春の高校バレーとして来年1月に開かれる第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会への出場をかけた新潟県予選会、産経新聞社など主催の準決勝が2日、新潟市東区の市東総合スポーツセンターで行われた。男子は今年のインターハイ県予選を制した東京学館新潟と、 前回の春高出場校、上越総合技術が決勝に進出。女子は前々回の春高出場校、長岡賞と前回出場校、新潟中央が激突する。決勝は男女とも3日に同会場で行われる。東京学館は校舎に安定しており、関根学園に2対0でストレート勝ち。上越総技はエース。 松木が得点を重ね、粘る佐渡を2対1で振り切った。長岡賞は佐渡に2対0で勝利、前回の春高予選決勝で敗れた雪辱を狙う。新潟中央は粘る中越を2対0で振り切り、2年連続の春高出場を狙う。